優しくなりたい、優しくなりたい、自分ばかりじゃん、虚しさばかりじゃん、愛なき時代に生まれたわけじゃない、君と生きたい、君を笑わせたい、愛なき時代に生まれたわけじゃない、強くなりたい、優しくなりたい、はい、全国のユースケ的電気ファンの皆さん、こんにちは。ピシ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 、はい、ということで、まあ、コンビニで気になる商品があったのでまた買ってみました。こちらババン、ベイクドティラミスショコラタッタラーン、イエーイ。ティラミス仕立てのとろける焼きチョコ、サクッとほろ苦、とろけるチーズ風味ということで、季節限定と書いてますね。季節限定になってます、決して何かを犯罪を犯したわけではございませんが、季節限定とかもね、季節限定と書いています。これなんかちょっとこう、初めて見るんですよ、こういう商品。多分新商品だと思う。こういうパッケージもなかったですからね、今まで。こういう多分何かの期間限定の何かじゃないと思います。じゃあポッキーの何味とか、じゃがりこの何味とか、そういうんじゃなくて、これが多分ベイクティラミスショコラっていうのを期間限定で、季節限定で出すんじゃないかなと勝手に思っていますまあでもちょっと美味しそうですよね。なんか森永続きでな、お前森永ビキか今みたいな感じになってるんですが、どっから来るの。お、ここにありました。はい、ここにペリペリがございます。ここにペリペリがございます。全国のペリペリファンの皆さん、こんにちは。ペリペリのお時間ですもうこれってなんかもうペリペリ待ってるよね、みんなね。これもね、森永さんはね、昨日もそうだったよね。森永さんはこの V 字ペリペリ好きだね。V 字というか U 字ペリペリというか、ペリじゃなくてこういう風にねカットするのが今森永の中の社内で流行ってるんだと思います。ペリペリはペリペリは斜めにやらないといけないですよ。ペリコペリペリってこう U の字に、 U の字ペリペリってあるのあるっすよ感じでございます。ではペリペリいきたいと思います。オープン。はい、これは違うな。ペリペリファンとしてはペリペリ愛好家としまして、このペリペリ違うわ。森永さん、ペリペリっていくらこの辺までペリペリって言ってくれないと。なんかペリペリも ペリみたいな、ペリみたいな、ペペペペリみたいな、ペリペリペリあペリ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 あペリペリあペリあペリあってみたいなそう、それは違う。なんかちょっと違ったね。ペリペリもっとペリペリってきてほしいですね。中身はまあ袋、まあ、レモンに入ってますね。こうしかもこのここも違うね。普通こういうなんかギザギザ開け口みたいなあるじゃん。このギザギザ開け口が基本的にここでこう開けたいじゃん。これ違うね。こう開けてくれと、そう開けてくれと言われてもいいです。結構だから横開きになっちゃうんで、こう、あ、しかも中途半端、見て6と4、10粒、ダースでもないからね、10人じゃないからね。あ、でもすんごいティラミス。どういう風に分けるの。お前これ食べな。ありがとう。こっち多いよ。いいんだよ、お前が多い方食べたらいいんだ。え、ありがとう。まあこんな寸劇はいらないと思いますが、こんな寸劇ができてしまうほどのこの6対4じゃないな。なぜこう分けたのか分かりませんが、1粒はこんな感じです。ここがサクッとほろ苦で、ここがチーズという風になってますので、食べたいと思います。いただきます。いただきます。うん、あのね、この黒い部分あるじゃん、ここは本当に確かにサクサクなの。サクサクってするんだけど、このチーズの部分がなんていうんやろ、これなんでできてんやろ。チーズなの、ほんまにとろけていくん、とろけていくん。でもそのとろけ方が、あのなんていうかな、あのマグロとか食べて、あ、とろけるとかじゃなくて、エアインチョコってあるじゃん、昔だとヌーボーとか、そのエアインチョコでこうなんとなく食べてる感じするんだけど、食感が柔らかい感じでこう溶けていくよみたいな、口どけみたいな、
あんな感じで歯で噛んでないのに、うん、あれ溶けちゃった、溶けちゃったみたいな。ただね、めっちゃうまいかって言ったらそれほどでもない。えそれほどでもないって言うてもだ。ぶっちゃけトークやね今のね。ぶっちゃけるとね、めっちゃうまいかなって言ったらね、うおこれうまいよって言うほどでもない。普通、普通これはね、びっくりする食感。ただ味は普通、普通。これは逆にすごい。ここのこのサクサク、サクサクと言いながらも、ここがね、ちょっとね、見て、ちょっとほんのり焼いてるのよ。焼きが入ってんのね。これがいいよね。この焼きが入ってんのはちょっといいと思います。ここ、これサクサク。でもここ焼きが入ってんのにもかかわらず、ふわふわ。これはいいですよ。これね、なかなか、だから味はね、確かにめっちゃ、すごいよっていうことないけど、この食感はでもちょっと試してほしいかも。あのティラミス好きで分かれると思うんですよ。ティラミス好きと嫌いはね、これは結構そのこの苦味というかあるんで、ただティラミス結構好きですよっていう方は、ティラミスあるじゃん、あの普通のこの本物のさ、このティラミス、このティラミスをこうベースに考えるとちょっと違うぞってなんだけど、焼き菓子、焼き菓子というかチョコ菓子っていうのかな、で考えると、あこの食感なんかちょっとすごいわみたいな感じになります。1粒あたりが 22kcal、 タンパク質が 0.25、 必須が 1.4、 炭水化物が 2.1、 ナトリウムが 3.4 と。でまあ含まれるアレルギー物質は乳、大豆、乳って読むのかな、うん、まあまあこれはね、でもなかなかの食感でございます。これは面白い、面白い、実に面白い食感でございました。ということで、期間、季節限定でございますので、季節限定ということはこの春だけ、来年の春にまたお会いできるので、まあ、そこは難しい、よくわかんないですけど、森永さんに聞いたわけじゃないんで、森永チョコレートベイクティラミスショコラでございました。これはなかなかの食感でございました。それでは皆さん、さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。はい、ゆうすけ的天気はチャンネル登録、コメント、高評価、どん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 募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス、すべて含めてゆうすけ的天気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。笑みを浮かべて遠くを眺め、並んで夕日ただ見つめてた。消し去るように日は落ちていき、絡んだ指は少し離れた。少しずつ見れなくて、話す言葉もただうなずいて、せめてもの思いまだ言えなくて、後に心を傷つけた。会いたい、会いたい。奏でても奏でても聞こえないこともある。奏でても奏でても聞こえない時もある。奏えても奏えても消えてゆくものもある。叶えても叶えても消せない。いい過去。